レッドカンパニー赤ですき、レッド社長ことともです。今回も、おそらくマイペースマインクラフトになるのではないかと予想されます。なぜならサボテンが全く見当たった当たったっつったけど、アカシアの木でしょ。あれアカシアの木の近くって砂漠なかった、なかったっけ。俺の勘違いか。なんか乾燥してそうな地帯に生えそうな木なんだけど、現地だよねこれ。でも限りなく近づいてるという思う今日この頃出た。それでですね、前回前々前回前々前回前々 前回と、村拡張からだっけな、村拡張、そして前回サボテンを探すという動画2本、そして今回わかんない、いつからかわかんないけど、すべて立て続けに撮っております。まあね、それはちょっと前の前回だから、前々前回の動画で立て続けに撮ってますのでって言ったと思うんですけど、それからずっと立て続けて撮っておりますのでコメントの方、コメントじゃない、何かしら質問あったりね、まあ誰かから質問されてその答えをねここで発表するっていうわけではないんですけど、例えばね、まあこの間言ったみたいに、質問数字型を選んだ方がよろしいのでしょうかとかね、そういう方がいらっしゃったんでね、そういうのはね、やっぱそういう質問を受けたらこういうところで発表して、何分別に気にしないで、何分でね別に気にしないでもいいですよというのをお伝えしたいんでね。うん、お、できた、来た、ほら来たよ、ついにここやったぜ、やったよみんな、ありがとう、応援をありがとう。次に走ること、走り続けること、およそ4つ分の動画5つ目にしてようやくサボテンを見つけること。なんだこれ、これハサミかな、ハサミでやってみよう。お、取れた取れたね、枯れた木をどうするんだって話だけど、やっとだ、サボテンゲットだぜ。あ、すげえ重い、なんでここまで来て、ここまで来てサボテンゲットだぜ。いや、2、3本取りではそれでいい。ただね、せっかく砂漠に来たんで、神殿があるかもしれないので、ちょっと探してみよう。こんな遠くまでもう来れねえ。まあね。あっちだ。あっちだ。ひたすらあっちに走っていけば私の村、僕の村が一人称が不安定社長というキャラなんでね、やはり私という一人称を使おうと思ってたんですけどね、まあ、僕って言ったり俺って言ったりね、もうキャラがブレ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 、まあなんならね、仕事帰りとかでたまには違うキャラで喋ろうかなみたいな、トミーさんに変わる。トミーさんもね、ただ単にね、ちょっとした片言で喋るってだけでね、なんなら時間が経つと崩壊していくキャラなんですけど、ちゃんとした設定のキャラ作ろう。あれ下がんだよね。なぜひたすら俺こっちに走ってきただけなんだけどさ、見抜いてしまうこの感じ。下がんだからなんだって話なんだよね。神殿があるっていう話は聞いてるよ、砂漠に。
それは社長の耳にも届いてる。がしかし、それと左官が何の関係がある。左官、まあ、レンガ。お、左官だよ。この人左官だよ。左官だけどさ、確かに俺前回のワールドで見つけてよ、左官を。だけどさ、左官なんだ。左官は左官なんだ。所詮。その中に何かがあったって試しがない。まあ、今回はどうだかわからないから掘るべきなのかもしれない。掘るべきなのか。わからない。さよならじゃない。もはやどうでもいい。僕は砂漠じゃない。サボテンを見つけるという。ミッションを、ついに、コンプリートしたわけだ。あ、俺こっち走っていくよ。こっちダメだな。やっぱり地図の外だ。なぜその外に向かって走っていく。にしても広いな、この砂漠。いや、砂漠の中に村あってね。その村に行きたいなと思って。砂漠の中の村の、村っての、一回も行ってことないけど。見てみたいなと思って、まあどうでもいいんだけどさ、にしてもこんだけさ、あこんだけ走ってさ、砂漠見つけたのはいいとしよう。これさ、俺村を探すっていうミッションで、もう一個村を探そうっていうミッションで走り回ってたとしたら、まあ大変だよこれ。見つかんないよ。どうしよう。いや、俺はね、やはり自分の力で全カラーをね揃えたい。あ、執事の件の話ですよ。全色色の執事を揃えたい。今現在羊の毛だけではね、揃ってるんです。全色。16色。いや、ほぼ揃ったも当然なんだ。サボテンを手に入れたから。ただね。ただね。今作ろうか、今新しい色。どうだ？できなかった。サボテンをなんかして色にしなくちゃいけないのか？サボテンで直で色になると思ってんだけど、違ったようだ。あ、そっか、ラピスラズリか。ラピスラズリか？シアンっていうやつ。あれ？なんか見えたね、今。ドゥン、ドゥン、なんもなかった。一瞬、ここがね、ここ、もうちょい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 。ああ。ここ、なんか窓に見えたね。まあいいや。まあ、まあいいやってかさ。私はどっちに走ってる、ああやべえやべえ、どっちに走っていいか分かんない。もうこれは砂漠でやべえ、や一番やっちゃいけないやつだ。砂漠で、砂漠でやっちゃいけないやつだ。まあまあ水あるから死にやし、サバイバル講座、砂漠で闇雲に走るのはやめよう。サバイバル環境において砂漠にいるということ自体はおかしいのだからね。サバイバルで行っていいところじゃないんだ、砂漠。砂漠に行くなら砂漠に行く装備で行かなくちゃいけない。何の話をしてる？木どっちにある？これ、今自分がどっち向いてるかわからないんだ。ほら。だからね。草、湿地帯を探すために、まず川が映ってないもん。湿地帯をさ、あっちか、あっちだ。と、ほっ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 、この枯れた木は何に使える？アカシアの木が枯れたのか、ただ単に砂漠という雰囲気を出すためのやつなのか、もしくは何かに使えるのか。もしくは普通の土の上に植えた場合、ちゃんとした木がなるのか。あ、帰ってきた、帰ってきた。うん。
俺さ、砂漠見つけた時にさ、わあ砂漠だっつって来ちゃったけどさ、なんか話してたような気がするんだよ。立て続けに撮ってますって話だったっけ。立て続けに撮ってますって話だとしたら、この辺はおそらくカットされるからいいんだけどさ。立て続けに撮ってますって話だったっけ。まあね、どうでもいいか。あ、お肉、大事なお肉。実はこの枯れ木が茶色ならないか、眠りがあるか。さあ、ではここはビーンズを探しに行こうか。ここはじゃない、カカオだ。カカオビーンズを探すんだ。砂漠、砂漠とジャングルって近くにない。あったらスーパーハッピーなんだけど、帰り道にあろうものならね、それはそれでショックなんだ。そうでしょうよ、なぜ俺は見つけられなかったんだと。さあ、ジャングルをなぜ見つけられなかったんだと。そのジャングルを見つけて、その中を突き進んでいれば砂漠に行きたいんじゃないのかと、ええ、自己嫌悪に陥るわけですよ。ポン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 、あぶね。結局そういう運命だったんだ。ということはやはりあそこに入るべきだったのか。でも サボテンを見つけたことによって軽く一個達成してしまったんでね、家に持ち帰るというミッションが残っているにもかかわらず軽く冒険がしたい。やめといた方がいいな、これ落としたら最悪だから。いけるよ、もう大体どっちの方にあるか分かったし。チードを切り替えよう。あれ、そこなんだね。オッケーオッケー。こう足元見たいんだ俺、足元見たいからこうやって下下げると地図上上がってくるさ。なんだって左上に出してくんねえから。地図、あれカカオか、あれカカオビーンズか。明らかカボチャだけど、パンプキンだ、パンプキンピーナッツ。うん、どうでもいい。いやー、よかったよかった、よかったのかな。軽く楽しかったけどな、マイペースマインクラフト 100% 純正のマイペースマインクラフト。別に持ってないですよ、一つも。何一つ持ってない、純粋に自分が旅行に行って楽しかった話をうっとしていくというだけのあれあれだったわけですよ。待ってよ、これ大きい方の地図で言うと真ん中の真下なんだよ。ってことはこれ左の方に行ったら、これさ、この垂れ下がった木さ、あ、ジャングルっぽくないかい、ジャングルっぽくないかい。このなんか若々しい、もっともっと気が高ければ、高ければジャングルなんだけど、ジャングル来て、ジャングルの方じゃないって言った。まあね、ジャングル行きたいっつってこうやって平原を攻めてるうちは一つもジャングルなんか行けやしねえって話なんだけどね。うん、無理だ、ジャングル避けて山、木、森を避けて山に登っていてね、ジャングルには行けない。もっと高い木がないとダメだ。ここじゃねえ、ここじゃねえ、ここは俺の求めてるやつじゃねえ。まだまだだ、まだまだ足んねえぞ、その程度の木で。あれかな、ジャングルに生えてる木ってさ、特殊な木なのかな、ジャングル用の木なのかな。やっぱりジャングル胞子とかあるのかな。仮にさ、そういうなくてさ、木をひたすら高く生やした場合さ、そこジャングルなんないかな。無理がある。木の上にさ伸びてるでしょ、その上に土を置いてさ、木伸ばしてさ、すっげえ高い木をさ無理やり作ってさ、
そこ、そこの金とこにさ、ツタかなんか、こう、え、這わせて、疑似的な、ジャングルを生成することってできないから。その、偽のジャングルを作ったことによって、そこにカカオ豆が生えるってことはないから。ジャングル見つかりません。まあ無理だよな。それでカカオ豆ができるんだとしたら、砂をひたすら置いて砂漠っぽくすれば砂漠、サボテンが生えてくるのかっつったら生えてこないもんね。無理だった。でも飛ぶ。ちょっとした冒険。あれで踏み外して死ぬパターンだろう、いつもはね。いつもはね。だからいつもの俺とは違うんだぜ。なんだ？なんだこのチューリップ。特別なチューリップだ。こいつは特別なチューリップに違い。伝説のチューリップだ。このチュ、あぶね。このチューリップは持って帰ろう。伝説のチューリップだこれ。伝説のチューリップだこれ。違いない、間違いない。こいつは伝説のチューリップだ。きっと何かしらのご利益があるに違いない。いや、もう RPG には絶対あるから。伝説のチューリップだから。こうね。この畑の中から伝説のチューリップを探し出せみたいな。ねえよ、こんな。ね。絶対ねえよ、みたいな。こん中探すの何時間かかんだよ。ああいう特別なところで、ヒントでなんかこう高いところに入ってるとかね、高いところっつってここねえよっつってね、こう探してね、高くて長いところに入ってるみたいな、何そのヒントみたいな、さっきのところ長くて高くて長いでしょ、あそこもうヒント通りで、今俺が考えただけだけどまさになんだここ、寝たい。ああ、私は寝たいんだ。寝させてくれ。ありがとう。まあね、ジャングルを探しながら帰るのが一番効率がいいんだけどさ。一旦素直に帰ろうか。もうそろそろ戻ってきただろ。まだ戻ってこないの。何なの？何なの？ほんと。何なの？軽く疲れて。さっきまでなんでこんな頑張れたんだ。いつもなら2、3本取ってもう力尽きるんだけどな。2、3本プラスアルファで2本取ってるくらいだから別に大して変わりはしないけどさ。やはり、これはお休みパワーだ。休みに突入したというゴールデンウィーク前半に訪れる。テンションの急上昇。まあこれゴールデンウィークだからこのサボテン探しに行くっていうのができたんだと思うよ。これ連休じゃなかったら俺探し行けてなかったし、ひたすら多分ね、今2本動画を、2本か3本かひたすら歩くっていう動画をアップしてしまったわけですよ。まあこれ連休じゃなかったらね、ただカットされてやっと砂漠見つけたみたいな、1時間後みたいななって、そのマジの間ずっと喋ってないみたいな無言でね走り続けて着いたっつって喜んで、で家帰ってきて色、新しい色できたよっつって、それは次はジャングルを先に行こうっつって、で途中で時間が来たので今回はここまでですっつってね切ってみたいななってるだろうね。今の音が落ちてきた。あ、ファイヤー。大丈夫か、馬。お前らは俺が守る。赤い馬は俺が守る。やめろ、来るな。来るな。来るな。バカ野郎。
バカめ、この下か、この下にウジャウジャが来るぜ。クモがいるならぜひとも倒したい。タスナが欲しい。そして今スライムボールを持っている。実に素晴らしいだろう。で隠れたぞ。落ち着こう。テンパったね、今かなり。あれ？いなくなってる。よし、やれやれ。よし、やれやれ。スケルトンさん、スケルトンさん、兄さん。兄さん。いぬけよ。いや、ごめん。いや、お前がいぬけ。なんでだよ。クリーパーさんをちゃんと射抜いてくれないとね。クリーパーさんをあんたが射抜くことによって、もうごくまりにディスクが出るんだよ。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ズリー。危ねえ、マジ。変な、あーっつって左上に出ちゃってさ。A ボタンを押したつもりが、あーっつって出ちゃってさ。動けなかったんだ。お、ここ、地図に映ってたら来よう。後で。リベンジだ。リベンジっつっても別に負けたわけじゃないんだけど。ねえ。あ、こっちの地図ね。あ、映ってん。残念だったな。さあ、茶色だ。あ、俺が欲しい色ばっかでね。うわ、なんだよ。全然消えやしね。危ねえ、今落とし、俺が地下に続いてたら死んでたな。危ない危ない。気をつけよう。え、浮かれちゃうのが一番危ない。勘違いかな。勘違いだね。気のせいだ。ほら、気のせいだ。俺は何も見ちゃいない。マジかよ。砂漠あんだけど。結構俺帰ってきたよ。それでも。結構帰ってきてるよ。だってこれ左下の、マップの左下に砂漠あった。それがね、こんなちょっと近くにあった。マジかよ。気のせいだ。お花畑も通った。あ、これは違う。冗談だって。えで、すまん、サボテン君。だいぶ私に聞くんと。マジかよ。これさっきの砂漠地帯に繋がってんのかな。繋がってないよな。繋がってるよね。繋がってくれ。逆に。繋がってんだとしたらね、結局同じサブクに到達したっていうことでね、すげえテンパって、同じサブクに到達したということでね、ショックが和らぐけどね、別のサブクだとしたらね、なんで見つけなかったんだっつってね、なんてこって、まあマップに移ってね、しょうがないか。というか、案外あのマイペースマインクラフトを、自分は喋ってるからね。そんな、あの、無意識下で、ひたすら走っていってたんだけどね。その無意識下で走ったことによって、変な先入観とかね、あっち行こう、こっち行こうって考えなかったことによって、ひたすら同じ方向に走れたんだと思う。そのおかげでね、なんか見つけちゃったんだ。なんか見つけちゃったわ、あれ。あれこそ、あれだろう、神殿でしょ。見つけちゃったね。八って書いてある。見つけちゃったんだ。これ、神殿でしょ。It's 神殿でしょ。This is 神殿でしょ。羊毛を使っているね。なかなかおしゃれじゃないか。なるほど。なるほど。そう。へえ。
へえ、いいじゃん。いいね、この建物。私が作ろうと思っていたような建物じゃないか。ただ未熟だな、ここを作ったやつ。松明を立てて、なんだなんだこの階段の向きは。まったく。階段ですよね、だと。ハーフブロックじゃねえか、ただの。左岸のハーフブロックか。これだから初心者。初心者が作った神殿。なるほど、外からの光を取り込むシステム。そして私がここにこうやっておくことによって間接照明。間接照明を置いていく。なかなか素晴らしい。なるほど。この建物はなかなかいいや。いいな、これ。あ、いいな、これ。俺作りたいな、こういうの。あ、いいね。いいね、ここ。ここいいね。あ、まさか。そういうことか。RPG だとこうだよ。この伝説のチューリップをここに。え、違うの。嘘でしょ。あ、こうか。こうだろ。トゥルルルルルルルンつって。ほら。ファーンって言ってる今。合ってたんでしょ、合ってたんでしょ。ねえ、ねえ、神殿さあ、何があんの。なんもない感じじゃない、これ。なんもない感じじゃん。これ返して。なんだ、なんだあれか。エンチャントテーブルとかそこに置くと効果が倍率すると、倍増するとか。ピラミッドパワー的なやつで。違う、違うのかな。あずいちゃった、あずいちゃった。せっかくね、綺麗にできてる建物ね、より綺麗にする。仕方あるめ、今夜はここで野宿だ。のじゃないんだ。いや、のじゃなくて、さっていうわけでもない。砂漠だからさ、砂だ。砂塾っていうわけでもないし。とりあえず私はこの家で寝るよ。ちょっと、ここ、ちょうどね、ここ、ああ、いいね。ああ、いい。はい、おはよう。なんだ、体の調子がおかしいと。力が湧いてくるようだつってテキストを出しといて、めんどくせえな。なんなんあれ、ここのなんかあれだけ違くない。あ、え、なんでここだけこういう模様ついてるの。これ普通に砂岩でしょ。で、これが砂岩のレンガだとしよう。これ何？何？あ、あ、ちょっと伝説のチューリップ置いとこう。模様入りの砂岩とかあるんだ。すげえ、なんだこの建物。俺はこの建物に巡り合ったことによって、俺の建築センスがまたレベルアップしそうだ。まあ、あの程度で何が言ってんだ、何を言ってんだって話だけど、1って数字に見えなくもないね。なんだろう、うん。僕の中の建築センスが。RPG でね、あるでしょ。何かね。誰かの必殺技を受けて、このね、思い浮かべるみたいな。
いや、やめ、いや、今一旦切ろうとしたけど、やっぱ、いや、どっかカットしよう。あった。どっかカットしようと思ったけど、結構地図見たら意外と遠いので、ここで切ります。これを切ります。ここで切ります。もし30分経ってるんで。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント質問等ある方は ASKFM の方までよろしくお願いいたします。時間帯はいつでも構いません。もちろんコメントだけでも構いません。それでは、以上、赤ですキレット社長がお送りいたしました。バイバイ。